復元、要和元年10月10日は、江南国の国主、元のむつを、母は、玄氏。三つ8年に、ヨーロッパの海賊が、宴会一帯を荒らし回ると、軍を率いて撃退し、父からの賞賛を得た。広志帝3年には江南への陳守となり、土地の開拓に励んだ。広志帝14年に、父が死去すると、その後を継いで、広南を統治した。 随軍校を称し、軽装より順化高難沈部、大野保津軍港に封じられた。元の政策を継承し、テ松が漏断する後、霊長の支配を拒絶した。広志邸16年頃、元復元は、ポルトガル商人に対して被服を開港することを許可した。ポルトガル商人から、ヨーロッパの先進的な大砲を入手し、ヨーロッパの船舶の設計方法を学んだ。 被覆は西太平洋側の重要な貿易港の一つとして発展した。民の解禁政策のため多くの日本商人が広南にやってきた。日本商人は民の絹や陶磁器を獲得するため被覆で交易した。英祖5年に鄭末が死去し、その三男の鄭が後を継ぐと翌英祖6年に元これ時と半分時を使者として元復元に対し兆候を要求してきた。 玄福元,元は、帝の要求を拒否し、両者を昇竜に追い返した。英祖八年、帝は、玄遊本を使者として、再び功能を催促してきた。玄福元が拒絶すると、皇帝真相による原始討伐という名分を持って、元元戦役は四ヶ月間続いたが、玄福元は、おはやし軍を撃退し、不襲を守り切った。徳高元年。 広南との関係を改善しようと考えた帝は、玄福元を、節制巡河後南に諸水府諸英県総内外、平昌軍国十字大風随国交に封じ、軍を率いて、真相に越見し、高平幕市を討伐するように迫った。玄福元は、東忠支持の意見を入れて、しばらくしてから御事のりを受けた。翌徳高氏2年、玄福元は、 う田だ指示に命じて長い狂いを築かせて、領地の守りを固め、河の南に 11km にわたる頂上を築き、ヨーロッパ式の大砲を配備して、帝氏の進行に備えた。徳高5年、帝率いるお林軍が再度南下してくると、現有一らに命じて迎撃させ、非霊港の海戦でお林軍を撃破した。要は元年10月10日に死去、次男の玄福乱を後継に指名し、 弟の玄福慶に工事を託した。死後、大都当鎮南方総国生翼前水、雄水洋王と送りなされ、はじめ広田山に葬られたが、後に、海桂山に改装された。玄福元の六世の孫の玄福広が王を称した、慶京五年四月十二日に、県母、高烈恩安明英翼前水、雄高文王と改められ、両号を戦争とされた。 玄福広の孫の玄福栄が元長を立てると、吉高5年6月8日に、広州の病号と、県母、高烈恩安明栄翌前水、ゆ高文皇帝の死亡を改めて追いことし、寮を、長広史寮とした。玄福期玄福乱玄福、玄福中玄福安、玄福長玄福、玄福四玄福小玄福栄玄福厚資源氏、玉ま玄福栄に課した。 原始玉マンカンボジアを、ジェイ・チェッタ二世に課した。原始玉ぼこりチャンパをポールメに課した。原始、玉帝、玄福隆に課した。原始玉家日本商人の荒木総太郎に課した。ありがとうございます。